ツータッチ。ボール2つにしてパスコースは自由、お互いにイメージを共有、呼び込む、探す、その動作が早くされることがポイントです。ボールを受ける前にビジョンを持つ。ボールを受ける前のビジョンと違う現象が起きたときにすぐに変更できるプランを持っておくということも重要です。ここから出されたボールによってシュートにすぐに行けるのか、勝負しなくちゃいけないのか、キープしなくちゃいけないのか変わってくるでしょ。それと守備、シュートのコースを限定するしかできないのか、ボールを奪うチャンスがあるのか、それがないのか、あれば今なのか後なのか、そういうことを考える必要がある。それを考えて攻守すぐに切り替えて、コントロールしても間に合う状況はあるよ。